防衛大臣の訓示を行います。大臣臨場、部隊気をつけ。テロ、ゲリラ、サイバー攻撃
など、国際社会の平和の脅威は一層複雑になっております。我が国を守る自衛隊も、警察、海上保安庁との連携と協力し、陸海空自衛隊が統合運用を通じて行動する時代になってきており、引き続き統合指導防衛力を発揮するための防衛力の整備を行うために、それぞれの部隊があらゆる事態に即応する体制を保持していくことが重要でございます。第一空挺団がこの新しい時代の統合指導防衛力の中核となってくれるものと期待をいたします。第一空挺団長岩村公彦陸将補は自らの部隊に対して日本刀のような部隊を作りたい、空挺団員は全国から精鋭隊員が多数集まって日本刀の浜浜でのようにしなやかさと強靭さ、硬さと柔らかさの両面を幾重にも折り重ね、強靭な部隊であるとの考え方で部隊連携をされておられます。精鋭抜きと同時に天真不難、そして強靭無敵であること、すなわち敵に勝つのではなくて敵を作らないこと、すなわち日々の訓練により強さを手に入れ敵が戦う一切もなくすることであるというような信念を持って部隊統率をされているわけでございます。この隊員諸君もしっかりとそれに応えてくれてます。私から第一空挺団に期待することは、どんなことにでもすぐに行動でき対処できる即応性を持つということです。落下間で降下できるから提供なのではなくて、即応できる提供さを持つこと、第一空挺団は国家の一番困難な場面に活躍が期待される部隊であり、ぜひこの方針のもと日々精進して実践で使える力、即応性をしっかりと養っていただきたいと思っております。最後になりましたけれども、本日お集まりのお地元の皆さん、自衛隊協力関係団体の皆さん、在日米軍をはじめ各国の関係者の皆さん、第一空挺団の訓練を視察していただきましてありがとうございました。訓練場、ヘリを飛ばすなどして周辺の皆様方に騒音等で大変ご迷惑やご苦労をおかけいたしておりますが、地域の皆様方からのご理解とご協力がなければ国の安全は成立をいたしません。地元の皆様方からは空挺団頑張れと激励の言葉をいただいており、日頃から第一空挺団に対するご支援、心から感謝と御礼を申し上げます。皆さん、先ほどは見事な降下訓練を見せてくれました。本日からまた各種訓練が始まります。真っ先に大空から降り立った諸君が第一空挺団員としての誇りと気概を持って岩村団長の指揮統率のもと、心を一つにして国民の信頼と負託に応えられるよう任務を完遂するとともに、部隊の安全と、そして皆さんのますますのご健勝、ご家族の皆様方のご健康とご多幸を記念いたしまして、私の訓示とさせていただきます。平成21年7月11日、防衛大臣中谷元、はい、お待ちください。
します。大臣。